はい、ドラマーの倉橋敏之です。えっ、ー、と、今日からですね、マーチの方に入りたいと思うんですけど、えっ、ー、と、今まで結構準備してきました。ね、そうなんですけど、まあ、じゃあマーチをやろうっていうことで、ちょっとまとめておきたいんですね。これ、もう口酸っぱく言ってるので、もう飽きるかもしれないですけど、でもここはね、あのー、<laughs> 外せないんですよね。そう。 左足のカウントだったり、ね、数え方だったり、ね、そういうのをちょっとやっていきたい、あのー、おさらいしてきたいっていうことですね。えっ、ー、と、よくね、あのー、ドラムあんまりうまくならないんですけどとか、ドラム長年やってますけど、あんまり成長が止まってしまってますとかいう人結構いますよね、そういう人でマーチをやってない人って結構いるんですよ。ねで我々からすると ここに書いてありますけど、あのうまくならないっていうふうに悩んでるんじゃなくて、いかにマーチをやらずにうまくなろうとして悩んでるんだろうなっていうふうに見えるんですよ、<laughs> そうだからマーチやらなくてうまくなりっこないのになっていう感じなんですね、そうなんですよ、マーチってそのぐらい重要なんですね、あのだなのでぜひともやってもらいたいと。でそのやる時にあのちょっととしたことをね あの気に使うと,えとその効果がねもう全然違くなってくるんですよなのでその辺もちょっとお話ししたいということなんですねこれがマーチの重要性ですね、まあ、くだらないことが書いてありますけどね、まあ、ギタリストに例えて言ってますねドレミア・ソロシド、ねあのー、ロックの人はドラミア・ソロシドはあんまり関係ないですねペンタトニックですよね なんですけど、ジャズギタリスト、ドラミアンソロシのめちゃめちゃ重要,重要ですよね,ね、まあそれと同じような感じだな、って、そういう立ち位置だなっていう話ですね、さて、ルー,ジメンツルーディメンツ、昔は、ね、26種類って言ってて、今40種類ってなってますけど、まあ26種類の方を、ねあのー、最初にじっくりと覚えておくのがいいですけどね。26種類の中でも、あのー そんなに26いっぱいあるなっていう感じじゃないんですよ、シングルストローク、ダブルストロークとかも含まれているので、あとは数ね、5ストロークロールとかね、ね7ストロークとか、かそういうのもね入っちゃってるのもあるので、あの、ね、数の違いだけでね、だから26って言ってもそんなにないんですよ。まあなんですけど、これがねあの英語でいう単語みたいなもんなんで、それを1個1個ね覚えていって。で 行くんでですけけどここれれが切り離されたものだけでこうね練習してるシングルストローク、ダブルストローク、フラムとかフラムタップとかあのそういうのだけで練習しててもこれあんまりうまくならないんですね結あの特にフラム系はでそこでマーチ曲として練習するのがいいですよということなんですねなんですけどまあ、オールアメリカンドラマーなんか有名なんですけどまあ その本には、いきなり入りたいは入りたいんだけど、いきなりじゃちょっと難しいですよね。あの本はあの1から150まであるんですけど、1から順番に進めていけばいいのかってそうでもなくて、だから一番最初だから簡単だろうっていう、そうでもなくて、ね、そういう難易度で並んでるわけじゃないんで、どこから入ろうかなとか、そういう問題もあると思うんですね。そ、まあ、そもそも一番最初からはちちょょっっとと厳しいんでですよねななので、ね、ちょっと簡単な あの曲をこう作ってありますのでそれをあもとにいろいろ慣れていくといいと思いますまずその曲ですけどまず1個目これですねこれをねこう書いてあるんですね最初はね本当にあの譜面に抵抗ある人がほとんどですあのなのであれなんですけどやっていくうちにすぐ治れますこれは本当にねなので あのー、最初のうちですだけですあの、きついのはね。で、大事なのがここに書いてあります、カウントですね、カウントの方法は、ね、いろいろあるんですけど、あの左足でハイハットを使って、えーと、ちゃんとカウントしていく、これをやっていくとだいぶ違います、でマーチの場合は4分の2と8分の6が主なんですね、オールアメリカンドラマ。なので、あのー、結構ね、 例えばジャズとかだとこういうような感じが多いですよね、これ、惰性で結構いけちゃうんですよ。なんですけど、例えばゆっくり4分の2の曲をやろうとすると、こんな感じで大きいんですね、のりが。そうするとね、全く嘘つけないんですよ、こっち左足が。だからすごい鍛えられるんですね。なので、こういうような左を入れてあげると非常にいいです。 でメトロノームねメトロノームは一番最初はこの左足があのー、ちゃんと刻めてから使ってあげるといいです、まあ、最初ねどのぐらいのテンポでやったらいいのかっていうのを判別するのにはメトロノーム使っていいんですけど、あのー、まずいのはねこのフレーズをねメトロノームに合わせてこう叩く癖がつくのがあまりよろしくないんですね、そうじゃなくて自分の中にちゃーんとカウントが出てて、それに合わせていけると。 ね、そういうのをね、あのー、癖つけた方がいいのでそこら辺を、ね、誤解してすり込んでってしまう人がいるんですよねあのメトロノームにこうやって合わせないといけないなってこうそうするとこう体の動きも硬くなったり、ね、することもありますので、まあ、そういうのはね、あのー、気をつけてもらいたいなということですねで4分の2と8分の6数え方もこれ含まれますけど4分の2の場合はワン、ツー。 1>, ツーですね、1の時にゴーストの音が入って2の時に音が鳴る。こういう感じ。1、2。次、8分の6の場合は、これあのちゃんと6つ数えてください。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5。1の時にゴーストの音。で4の時に音が鳴る、ね。細かくこうやって刻んだらダメです。 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6. それで、あの、8分の6の場合、2小節で3連符として考えて、1ティッタ、ツ2ティッタ、ス3ーティっタ、4ォーティたタという風に数える人もいるんですけど、これもあんまりよろしくないです。8分の6は8分の6で、やっぱり違うんですね。その違いが、そのうちわかってくるんです。結構やらないとわからないですけど、あの、そのうちわかってくるので、結構重要です、それは。 ね、よし、じゃあそ、あとは数え方ですね。一個一個やっていきましょうね。さて、最初の4小節。四分音符、四分九符。これはもう何も言う必要ないかと思いますね。1、2ですね。ね1。で、八分音符だと、プラスと書いて円。なので、1、2、円ですね。 で、こちら。ワーン、トゥーまではいいですけど、これは16分音符ですね。16分音符の4つ目の音。1、2、3、4。ここですね。ということで、トゥイエンナー。イーエンナーと読みます、ね。のアーですね。で、音はないんですけど、これを読んだ方が安定するかと思います。なので、ここは、ワーン、トゥイエンナー。こんな感じですね。 で、次は、ワン、エン、トゥ、イエナ。ワーンで2はないんです、ここ。ないんですけど、数字はなくても発音した方が、あの、いい場合がほとんどです。なんで、これも、ワーン、トゥ、エンというふうに発音するといいです。で、ワン、イエナ、トゥ、イエナ。ね。 ワンイエン o ーワンエナあ違うごめんなさいワンイエンツーエナですねこれはここが4つ目がないこれは2つ目がないということでワンイエンツーエナでワンイエナツーこうなりますねそして ワン、エナ、トゥエナ。このロールの時も、この場合は、ワン、エン、ツゥエンと読んだ方がいいですね。ワン、エン、ツゥエン。で、ワン、エン、これ、トゥ、イー、ア。要するにね、ここがないんです。円がない。だから、トゥ、イー、ア。で、 one in two。まあ、円は読んでもどっちでもいいです。one in two in、e,。で、三連符はティータ、ワンティータ、ツーティータ。one in a two。a な。one n two n これね、ここです。えっ、ー、と、タイがついてますけど。 まあ、これは、これはちょっと難しいのでね、最初のうちはちょっとこれはいらないと思います。タイとかの読み方はね、あの他の項目でやっていきます。まあ、あの、ちょっと紹介すると、ワ e e n a t ゥー e n a a and, two, a n t ゥー a イエ n t ゥーね、これね、 いろんんな読み方があるんですよね。タカタカタンタタアタタたタとかねまあいろんな読み方あるんですけど、まあ、この辺はちょっと置いときましょう今日はね、まあ今日の重要なのは3連符は1ティータ、16分音符は1 e e n ですねこの辺で読んでいくと さてじゃあちょっとやってみましょうねえー、っと、ここでいいか例えばねこういうのねちょっと不自然なところにアクセントがあるやつまあ他にはちょっとないと思いますけど最後のこれぐらいだけどまあそのぐらいかなねまあこういうのも不自然じゃないですけどあの変なところっていうかあのー、アクセントが入ってる場合があるんですね で最初はアクセント抜きで構いませんねアクセントを入れようとするっていうのもねあのー、いいんですけど、ほとんどの人がね、ねこれ何度も言ってますけど、ほとんどの人がフルストロークなんですよ、全部だからさらにアクセントをつけようとすると <laughs> ねそうなるので、あのー、自然にあの綺、ー、麗にやろうと。 で練習していって、徐々に徐々につけていくことをお勧めします。一番最初からはねあのアクセントつけないでいいですということですね。無理につけなくてあの絶対そのうちはつけなきゃだめですよ、ね。そういうのが練習のうちですから。で例えば、これはねテンポ、ね、60。こんなゆっくりでワ、ワン、トゥ、ワン、トゥこんなふうな感じで最初なぞっていってください。 まあ、あとりあえず一回やってみますね。で、あのー、繰り返しになってますけど、これ、あのー、1括弧、そのまま1括弧に行って終わっちゃいます。ね。1回で1括弧でここで終わります。これでターンと終わります。ね。じゃあ行きますね。まずは左足から入ります。ワン、ツー、ワン、でていきますね。ワン、ツー、ワン、ツー、あ One, two, one, two, and one. こんな感じですねね。ゆっくりだと結構こういうところとか結構難しいのでねこっからこっち行ったりねそういうの難しいですこんな感じでちょっと譜面になれるのと数えるのに慣れてみてくださいで手順なんですけどこれねここまでは どんな音符で来ようが右左右左をこうキープするという形の手順です。こういう形の手順の付け方というのが1種類あります。でも、あのー、一番重要なのはその後です。ね、ここからはずっとそれですけど、表は右、裏は左になっています、ね。それで手順をつけていっています、ね。こっちの方がちょっと重要なので、 こっちのほうね意識して練習するといいですね。でこれまとめが書いてありますけど、まあ、最初なので、まあ、口うるさくこういうふうになりますけど、まず一番最初に表紙記号を見るんですね。何分の何拍子なのか。そして、数小節ね、ね数え方で読むんです、これ一番最初に。例えば、これだったら、ワン、トー、 ワン、ツ1エン、ワン、2 e ワン、エン、イエナぐらいをね読むんです。で、テンポあ、これだったらどのぐらいにしようかなっていう風にテンポ来ます。まあ、今は60でやってますけど、で、左足でテンポを取ると。ね。そしてから演奏に入ると。これ、あのー、最初のうちはこれを守ってやってってください。で、この辺がね、慣れてくると、すごい、 スピードでパッパッパッパできるようになっちゃうのでみんなやってないように見えるんですけど、ね、これがすごく大事ですこれ必ずやるようにしてください最初からね癖つけておくといいですそして次はつあのー、演奏中の、ね、注意ですけど、まあ、入る前に必ずカウント演奏中は必ず左足を最初はテンポを上げすぎずアクセントも余裕ができてから途中で間違ってもテンポと拍はキープしたまま 左足ってことです。これはキープします。ね。止まって、もし止まってしまったら、慌てて入ろうとせずに、ワーン、ツー、ワーン、ツーで、ここから頭から入る。ちゃんと入ると。ね。ということと、ロールのストローク数を、これを守ると。で、できるようになってきたというか、えっ、ー、と、まあ、 なぞれるようになったらちょっと苦手なところとかを切り取って練習しますねでメトロノームの使い方に注意してくださいということですね今日は本当に小言っぽいことばっかりですね <laughs> 嫌になっちゃうよねこんなこと言われてもねで考え方ねあのー、完璧にしてやろうとかあんまり思わない方がいいですなんでかって言ったらそんな完璧にならならいです簡単にそんな簡単に完璧にならないのでね あのー、自分のレベルよりも少し上のぐらいを目指してちょっとやっていくというような感じです、ね、彼らはですねで、これはやる期間ですけど、まあ、うまい人だったら3日とかね1週間、あるいは2週間とかで、慣れてなければ1ヶ月とか、ね、ある程度の期間をもって決めてやっていきましょうということです、であんまりずっと長くやり続けてもあんまりよろしくないということなんです。 でこれで終わりじゃなく、また時期を改めてやるっていうのはこれ何回も何回もやるんですよ、えー、と要するにこの曲を終わったら次の曲、次の曲、次の曲って言って、まあ、1年後ぐらいにまたやってみるとか、ね、そういうような使い方をしますということです、ね、最終的には適正,と適正なテンポ、アクセント、ね、結構マーチっていうのはあのー、結構テンポ速いんですよ、歩いてるテンポなんでね、あのー、でその速さでやらないとわからないこととか。 つかめないいことっていうのは結構あるんですなので最終的にはあのその適正なテンポでやっていくというのが大事になります、ね、で考えるということですね考察するただやってればいいよということじゃないですでそれができていれば発展させてオリジナルのメソッドも作れると思います、ね、こんな感じですね こんな感じでやってますけど、このおまけがありますね。おまけこれなんだろう。あ、これにね、フラムがついてるのかな。そうですね。これにフラムがついてます。いろんなね。で、あのー、オールアメリカンドラマーとかは普通にフラムがついてるわけですけど、フラム抜きで練習してもいいです。なんですけど、フラム抜きで練習した場合は、あの手順があの不自然になる場合もあります。なのでその辺も臨機応変にやっていくようにしましょう。 フラムとか入れると、急にこれ難しくなります。で、この曲はね、多分ね。えっ、ー、と、オールアメリカンドラマーの。何番だったかな。ソロの二十一番かな。あのー、最初の四小節、多分。そっくりです。ああ。最初の八小節、全部同じかもしれないですね。うん。後半は多分違うと思うんですけど。そうですね。二十一番だと思います、これ。僕もね、あの。 あの2020年って書いてあるから、もう3年ぐらい前に書いたやつだから、ちょっと覚えてないんですけどね。じゃあ、ちょっとこのおまけっていうのをやってみますね。これもゆっくりでいいですよ。ね、今日はあのー、まあ、最初ということなんで、本当、60でゆっくりやります。よいしょ 哦。Oh. そうですね、うん、ゆっくりだとやっぱ難しいですねゆっくりなの難しさもあります2カッコはうんツーワンツーえっとここからいきますねまあ、ワン,ワンツーちょっと手順が見えない <laughs> そうだな多分あってるねツーツーツー,ツー,ツー こういういい感じですねはい、こんな感じでゆっくりでいいのでやってみてください、これ、あの今やってみて思ったんだけど、えー、と最初の8小節もちょっと21番とちょっと違うところありますね、だいぶ似てますけど、うん、この後半、この辺がちょっと違うような気がしますね、まあこんな感じです、ゆっくりもねあの本、ー、当きっちりやるのはすごく難しいですね。こういうのはね はいえー、とこういう感じですこういうい感じで進めていきますえー、と次はえっ、ー、とねもうちょっと踏み入った話を今日は本当にあのなんていうのかな親父の小言みたいなことばっかりですで次は違う曲でま,またあの簡単なような曲でちょっと訓練していきます、えー、とこのフラム付きはフラムとかラフがついているのはそれだけで結構あのレベルは高くなるのでね ええと、慣れてからやってった方がいいと思います。はい、じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。ドラム教室やってます。えっ、ー、と無料体験レッスンなど。説明欄の方にリンク貼っておきます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。